ヨルダン考古学博物館は、ヨルダンの首都アンマンにあるアンマン城塞に位置する国立考古学博物館である。1951年に創設され、ヨルダンの考古学遺跡より発掘された、戦死時代から16世紀初頭にかけての遺物を展示している。収蔵品は、年代順に陳列され、角石、ガラス、陶器や金属製の道具のような日用品のほか、 宝石類や素像など、より美術的な品目が展示され、博物館にはまた高価の収集品などもある。博物館には以前、唯一の銅の巻物など、司会文書のいくつかが収蔵されていたが、それらは人類の文明により創作された最古の素像の一つである、アイン・ガザールの像とともに、 新たに設立されたヨルダン博物館に展示されている。アンマン城最上の博物館近くにある、ローマ時代のヘラクレス神殿の移行博物館は、世界で最も古くより、継続的に人が居住した場所の一つであるアンマンに、ある、アンマン城祭に位置している。付近には2世紀まで遡るローマ時代の、ヘラクレス神殿や8世紀のウマイヤ朝の宮殿などの、史跡がその丘陵上にある。 司会文書博物館は1951年、アンマンの中心部にあるアンマン城最上に設立された。また、1967年の第三次中東戦争以前、ヨルダン支配下の東エルサレムにもう一つ文館が開設されていた。1967年に東エルサレムがイスラエルに占領されると、博物館は司会文書の大部分などエルサレムの文館にあった。 収蔵品のすべてを喪失した。博物館には以下の時代の収蔵品がある。ありがとうございます。